皆さんどうも、早見もこみちです。さあ、カウントダウンクッキングの時間がやってまいりました。カウントダウンクッキングってなんだと疑問に思う方もいるかと思うんですけれども、カウントダウンクッキングとはですね、僕が短時間で作れる料理をご紹介していきつつも、また15分以内で作れるかチャレンジしていくという企画です。さて、今日はですね、そんな15分以内でできるように頑張りますので、皆さん応援の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日作るレシピはですね、なんとハンバーガーでございます。まあでも、ただのバーガーではないので、ちょっとね、スパイスを効かせた、そんなこう早見流のワイルドバーガーを作っていこうかなと思います。今回2回目ですけど、前回初めて、やらさせていただいて、香取慎吾さんとの、コラボレーションでちょっと見事に、そうだな、あれボロネーゼだったね。奇跡的にもう15分ぴったりに収まりました。今日はできるかな。あ、でも今日もきっとね、食の神様もついてくれていると思うんで大丈夫だと思います。よし、いただきます。はい、よーい、スタート。よし、じゃあ始めていきましょう。今日は、ワイルドバーガーを作っていきます。まず材料が、じゃがいも、紫玉ねぎに、これフレッシュなハーブ、タイムを使います。これはね、揚げてもうフライドポテトにしちゃいます。で、あとはちょっと粗挽きのね、さあ、ネタを作るとき粗挽きの牛ひき肉で、それと卵で、スパイスはこの2つ、チリパウダーと、あとは、あれだよ、臭み消し、さっきまで出てきたんだけど、たまにね、こういうのね、ポッと忘れちゃう時があるんだよね。まあちょっとネットで調べてください。なんだっけ、そう、ナツメグ。なんで出てこなかったんだろう。スパイスの資格持ってるのに。ナツメグです。お肉の臭み消しになります。で、それから、さあ、ニンニクです。これを刻んでいきます。よし。で、それとバンズと、それとエンダイブ、それからトマトにピクルス、チェダーチーズを、で、ドレッシングというかソースの方はね、また後ほどお見せしますけれども、もう美味しい絶品のね、簡単にできるソースを作りますんで、お楽しみに。じゃあ始めていきますかね。ね、もう準備はしてあります。今日は、こちらのグリルパンを使って作っていきますが、なければフライパンで大丈夫です。それと揚げ油、じゃあやっていきますかね。もう熱々の状態なんですけど、消して、よし。じゃあ、じゃがいも、なんで投げたんだって思うかもしれないんですけど、大丈夫です、友達なんで。切っていきます。もうね、今日男っぽく皮付きの状態で、もうくし形にね、こうやって切っていく。なんかね、やっぱりいつもと勝手が違うからね、なんかね、緊張しちゃうよね。よし。で、切ったら、先にちょっと時間がかかるから素揚げしちゃおうと。よし、グリルパンの方はいい感じですね。そしたらボウルを用意して、さあ、ここで牛ひき肉、これを入れる。スプーンを用意して、それから卵割って入れ、溶いていこう。半分ぐらいだな。今日はつなぎでパン粉とかそういったものは使いません。で、ニンニク、いや、しかしでも前回ね、ちょっとハラハラドキドキしたもんね。結構なんかね、最後バタついちゃってね。でも味どうだった？美味しかったでしょ？よかったです。
いや、さすがやっぱりね、香取さんだよね。本当に2人でいいものが作れたな。服装違う。ん？服装違う。何？服装が。あ、服装？あ、今その話する？企画が違うからさ、ちょっと変えてね。あ、いい感じ。はい。だからちょっと T シャツでね、カジュアルに。まあたまには色も変えたりとかして。シャツ着ちゃうとね、ちょっとカッチリなイメージが出ちゃうからね。まさかそうやって喋って邪魔しようとしてるし。そう、背景もね、変わってね、まるで違う場所にね、映したかのような。うん、違うんですよ。すべてね、我々の手作りでね、やってますから。はい。で、ここに塩と。もう10分か。バーガー焼けるかな。パーティー大丈夫か。よし、スパイス、チリパウダー、なかったらね、家にあるあの七味とかでも大丈夫だと思う。で、それとナツメグ、これはね、お肉とかね、使うときによく出てくるスパイスだね。臭み消しになります。あともうこれはもう正直お好みなんだけど、玉ねぎとかね入れてボリュームを足したい人はあの入れてもいいと思います。またね、食感も変わってくるし、それもそれでいいと思いますよ。ちょっとだけオイル。さあ、ある程度スプーンで混ぜたら、多すぎるかな、どうだろう。少し大丈夫？大丈夫だね。ほら、こんな感じでね、軽く空気を抜いて。そう、つなぎをね入れてないからね、あのパン粉入れてないんでちょっと緩いんですけど、大丈夫です。ちょっとアメリカ系なんでね、もうそういうの入れずに、もう肉のうまみ、肉だけで。うん、綺麗だ。周りちょっと形を綺麗に整えていきますね。よし、で手を洗おう。うんうん、結構あ、でもね、今日ねレシピは割とシンプルにしてるつもりなんだけどね。うん、さあ、バーガーが15分でできちゃうんだからね、まあ、買いに行っちゃった方が早いかもしれないけど、でもね、手作りはまた違うからね。そうで、自分の好きな味にできるから。さあ、ちゃんと焼いていきます。しっかりね、焼き目をつけて。で、ここでだ、玉ねぎ、紫玉ねぎなんですが、よいしょ。さあ、このように輪切りにカットし、焼いていこうじゃないか。お、いい感じ、ちょっと順調。
何分？残り6分。6分。ちょっと喋りすぎた。まあ多分ね、これが豚肉とかだったらもっとねしっかりね、ちょっと時間がかかっちゃうかもしれないけど、牛ひきなんで、うん。あとこのミスターポテトがちゃんとね上がってくれれば、あ、いい香りしてんな。そしたらもう今のうちに切っとこうか。トマトはね焼かずに、厚みのある感じに、ポット忘れてた。よし、バンズ5分前、うん、大丈夫でしょう。バンズです。ちょっとね、いろんなあのタイプのものがありますけど、ちょっとごまがついてないパターンでいきます。これはもうお好みでぜひ探してみてください。よいしょ。これもね、ちょっと焼いていこうか。うん、じっくり焼いてるからね。ただこう表面、外側、あの底の部分、色が変わってきてるから、もうひっくり返すタイミングでしょう。うん、多分大丈夫だね。さあ、これは片面焼いたらひっくり返す。 OK？ 焼いたらひっくり返す。 OK？ フライ返しだ。バッチリ、ありがとうございます。じゃがいもいいんじゃないか。しっかりめのいい色がついて、うまそう。あとね、さつまいもとかそういうのでも全然大丈夫だと思う。あ、じゃあこれこっち置いとこう。で、そしたらしどこ行った、これだ。よし、これも OK でしょ。 OK。 これ玉ねぎ、あ、いい感じで、ここでじゃがいもなんですけど、揚げたやつは半分ぐらい。あ、やばいな。もう無言でいくぜ。塩と胡椒で、それからハーブ、こうフレッシュなもの、これを入れていく。そうするとハーブの香りもついて、うん、ハーブポテトがね、いい感じじゃない。で、ここでね、3分だから、こいついこう、チェダーチーズを乗せちゃうね。で、ここで、なんだよ、喋りすぎたやん。邪魔してきてるよ、ね。で、アルミを使ってちょっとね、こうやってかぶしてあげる。うぅ、汗かいてきた。さあ、こっちのバンズも手がいて、うん、大丈夫でしょう。大丈夫です。フライ返しって言ってる場合じゃないよ。さあ、ちょっとちょっぱやでいくけど、ボウルにマスタード、ディジョンね、で、それとマヨネーズ、で、それからパプリカパウダーにチリパウダー、ここにも辛みを、で、それからレモン絞って、で、イタリアンパセリ刻んじゃえ。
ついてこれるかな。オイル。よし、大丈夫でしょう。火止めますよ。ほら来た。お皿だ。こっち置いて、でそれから、はい、乗せます。ね、ピクルスを置く。で、あ、やべ、テンパってきた。乗せちゃうぜ。うわ、うまそう。30秒いけるな。いけますね。トマト。あ、そうっすね。そうっすね。よいしょ。ソースをかけ。よし、完成。オーケー。すごいじゃない、すごいじゃない、ギリギリやりきった。3秒で倒れてたね。大丈夫だよ、今のはでもセーフでしょ、これ。うわー、いいな、すごい。最後はもう大変なことになっちゃったけど、いやギリギリ。出来栄え？ワイルドだろう。よし、ちょっといつもとは違う感じになるけど、はい、じゃあ皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、ワイルドバーガーを作りました。高評価並びにチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それとまた、あのツイッターやインスタグラムなどもね、やってますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、また次回も。それじゃあまた、良い一日を。はい、カットします。よし、いい感じじゃないかな。よし、疲れました。食べますか。ポーズだね。うまい、うまい。はい、じゃあカットします。はい、大丈夫です。リアルカット、すいません。リアルカット、弱ったね。すいません、もう一回お願いします。